おいしい、おいしい。はい、皆さんどうもお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。小泉です。というわけで今日はたこ焼き食べます。たこ焼きみたいな顔しやがってって誰が言ったんですか。あなたですか。言ったの。言ってないそうですから。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼きの袋からたこ焼きみたいな顔がけっ。セブンイレブン、いい気分っていう昔の CM やってましたから。今はずっと夢を見てっていう CM 変わりましたけども、昔はセブンイレブン、いい気分って言ってましたからね。よく覚えててください。はい、というわけでたこ焼きを食べたいと思います。開けてみましょう。カッチンコッチンだっつってね、これ食えないよ。ソースおがくずみたいな、何これ、かつお節ね入ってます。はい。これをねレンジでピンします。レンジでピンっつってピンしますからね。やってきます。はい、というわけで今レンジでピンしておりますね。その間ですね、行っちゃいましょう。というわけでね、このままではビールやたこ焼き摂取できませんので、飲食用のマスクに取り替えたいと思います。飲もう、とりあえず飲もう。いや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 、これね、今日は暑いですからね、美味しいですよ、ビールがね。いただきました。それでは皆さん乾杯。できました、できました、できましたね。あ、ソースを忘れた。ソースをかけます。よし。続きまして、おがくずをかけます。あ、かつお節です。おがくず、はい、というわけで完成でございます。美味しそうですね。いただきます。うまいっすわ、うん、普通にたこ焼きですね、うん、やばい、照明つけてなかった。マヨネーズ。うん、うまい。やっぱりね、必要ですよね、マネヨーズ。あー、うまい、うまいね。
なんかたこ焼き久々に食ったら、いいですわ、たまに食うとね、おいしい、おいしい。といったわけで、皆さんも買って食べてみてはいかがでしょうか。セブンイレブンが家の近くにある方、すぐに走って買ってみよう。私はこれでいっぱい、もういっぱいやりたいと思います。それではまた。いや、うまかったら全部食いました。うわ、やっぱね、夏はね、炭酸っていうかビールをね、ルービーを飲まないとやってられない。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こちらにチャンネル登録があるんで、おしゃれね、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。